はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ、現在オーシャンツアーの後半戦、こちらのクッパジュニアカップがリーグ対象となっておりまして、僕自身は現在1コース目まで終えた段階でリーグ73で7位につけております。今回はクッパジュニアカップの2コース目、シンガポールスプラッシュ 2X 新登場コースですね。こちらを走り込んで攻略動画にしていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。さあ、ということで早速やっていきましょう。このコース、高得点狙っていきたいところでございます。というのも環境は整ってるということで、コインボックスキャラスイマーロゼッタレベル6、ポイント解放1段階、ちょっと1段階というのは気になるところではありますけど、2段階までは行くことができません。こちら使っていきたいと思います。さあ、マシンもグライダーも非常に環境が整ってる、10クライドレベル7、ポイント解放2段階、こちら使っていきたいと思います。ジャンプアクション系は優秀。グライダー行きましょう。グライダーはこちら、はい、シャイニーパラソル、ここを見据えてレベル7、ポイント解放2段階まで強化しておいたというところで、まあ環境はいいと思うんですけども、あとは走りです。よろしくお願いします。行きましょう。はい、1レース目行きましょう。目標の点数なんですが、一応まず4万点というところに置こうかなというふうに思ってます。わー嬉しい、わー嬉しい。あ、しまった、怖いな、あれ。さあ、すごい集中しちゃった。さあ、アクションを極力逃さず、ただ最初はまだわからないですね。様子見な部分もあります、正直ね。はい、あー、こういうことをやってるうちは高得点は狙えないですね。ジャンプ、はい、これでコインもいけるよというところですけども、本当は今の2回目の低いコインゾーンも取れるようにしておかないといけないですね。よーし、この辺はちょっと走りながら調整させてください。さあ、いけ。さあ、まあ、こんなところでどうしたらいいんですかね、こういうのは。いやー、しかし下見の記録は少し超えたみたいです。はい、とりあえずキノコフィーバー、ダッシュキノコフィーバーとコインボックスフィーバー、ちょっとコインボックスフィーバー最後のゾーンはきついですね。あそこで来ちゃってもって感じですけども、アクション数は131、コンボ1つ途切れたかなっていう感じだったと思いますけども、目標は4万点、頑張ります。はい、順位上がりました。とりあえず5位というところまで来ました。そうですね、今回のレース中に2位には上がっておきたいところですね。はい、3レース目いきましょう。これはチャンスありそうかな、展開的には。よいしょ、そう、記録は出そうな気がします。わお、取りきれないんだよこれ最後。
はい、でも、お、4万いったかな？やったー。はい、3レース目で目標達成しました。4万点。ということは、さらにね、高い目標を持って頑張ろうというところになるわけですけども、7100点ほど記録を更新することができました。集めたコイン113枚もすごいですね。フルコンボアクション数168まで伸ばすことができました。まだまだ単発コインボックスの出し方、出すタイミング、あと最後のコインフィーバー、引き切れてないところも見ると、まだまだ可能性はありそうな気がしますね。よし、頑張ろう。はーい。目標としてた2位まで来ることができました。あとはどれだけ1位の方との差を詰めて、最後のコースに、可能性を残せるかというところですね。よし、頑張ってやっていこう。はい、4レース目いきましょう。このタイミングいらねえなー。早く降りたい、早く降りたい。うわ、ほとんど拾えてないなー。さあどうだ。ちょっと新記録とはいかないかな。そうですね、なかなか難しいですね、タイミングが。はい、5レース目いきましょう。よーし、いきなりすごいいいスタート、びっくり。いいんじゃないの、ここまでは。いいんじゃないのね。え、うわ、途切れた。今の全然ダメだった。あー、入力ミスというか、なんというかな、今のは本当にダメだ。すいません。さあ、いいタイミングできた。ちょっと情けないコンボの止まり方したけど。いいんじゃない？どうよ、どうよ。きたー。いったぜ、これは。いや、正直、走りはそんなにめちゃめちゃいいわけじゃなかったと思うんですけども、まあ、とにかく、コインフィーバープラスコインボックスフィーバー、しかもコインボックスフィーバーがようやく拾えるところで来てくれた、単発コインボックスもあったというところで、アクション数199、200までがですね、アクション数に応じた、ポイントブーストに、なんですか、影響するということなので、まあ、ほぼカンストに近い状況の199でしたけども、まあまあまあ、そうですね。まずは運が拾えたかなっていうところで、4万5000点、嬉しいです。この調子でいきましょう。はい、6レース目いきましょう。
連続。ちょっと運が、まあ、逆に怖いというか。ここまではいい感じですよね。あららららららら、そんなそんな、なんていうんですかね、いいんですよ、そんな気使わないでいただいてもっていう感じ。あーすごいね、これはすごいよ。現状よし。うわ、来たわ、やべえ、すごーい、やったー、6レース目。これはびっくりした。コインフィーバー2回、コインボックスフィーバー1回ですか。これはちょっと超えられないな。超えられない記録、アクション数230。まあ正直、走り自体はね、僕もまだ本当に6レース目なので、もっといい走りもできるし、と思うんですけど、まあにしてもね、にしても、この運は、すごかった。2400点の記録の、2200点か、更新で。集めたコイン1レース146、信じられない。まあ、もうちょっと走るけど、ちょっとこれ以上の点数は出せないと思うんだけどな。楽しかった。はい、これ15レース目になりますが、今回はこれで締めにさせていただきたいと思います。というのも、まあなかなかね、あの新記録を出したレース以上の記録って、まあ、出ないっしょということでね、終わりにしようかなというふうに思っているんですけども、どうでしたか皆さん、楽しいですよねこのコースね、アクションも多いしっていうところだと思うんですけども、まあなんとかいい記録を皆さんもね出していただきやすいコースにはなってるんじゃないかなと思いますので、最適な走りに関しましてはですね、結構、あ、さす、当たると思ったのにな、まあ、こんな感じでなんとかミニターボは出してるかな。よいしょ、こう取って、ゴー！まあ、これが一番、アクション数自体増えてるかな。ちょっと接戦になっちゃってるんで困るんですけども、まあ、こんな感じで拾えるコインボックスは拾って、はい。まあちょっとズルもしましたけども、まあ、なんとかフルコンボで終えることができました。普通に走ると得点はこんな感じでした、ほぼね。ということは逆にですね、まあこの 47,617 点という記録がどれだけね、運よく走れた時の記録だということがね、皆さんにも分かっていただけるかなというふうに思います。ということで今回は、この記録をもってシンガポールスプラッシュ 2X の走り込み攻略動画というふうにさせていただきたいと思います。内容いかがだったでしょうか。単純に得点、今回は結構自信あります。アクション数、喋り等々ね、良かったよと思ってくださる方はぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ということでクッパジュニアカップも残り1コース、デイジークルーザー X のみとなりました。このコース次第でね、今週もスイスイカーがもう1台手に入るかどうかなどなどにねかかってきますので、リーグ昇格もねしたいし、なんとか、頑張ってやっていきたいと思いますので、そちらの動画もぜひ楽しみにしていてください。では今日はここまでにしたいと思います。失礼します。